ですね、ちょっとなかなかちょっとこう概要的につかみづらかったんですが、セキュリティのトレーニングについての割とこう怖いタイトルがついているんですけど、不勉強であまりちょっとご紹介がうまくできないんですが、よろしくお願いします。すいません。こんにちは。皆様お待ちの間にいただきありがとうございます。加藤翼と申します。モホークサーチという検索エンジンを、13歳の時からパールで作成しています。でも今日はその話ではないのですが、よろしくお願いします。TOEIC を一昨年990点取りました。満点でした。自分でも嘘だろうと思ったんですけど、何回確認しても990点だったんで、まあびっくりしました。2013年の6月にマサチューセッツ工科大学に応用サイバーセキュリティのコースを取りに行きまして、いろんなすごい怖いことを勉強してきました。これはちょっとそれとちょっと違うことなんですが、ストゥックスネットっていうウイルス、ご存知の方多いと思うんですが、それ以降の猛威振るってるバッドバイオスという新種のウイルスがあります。それはインターネットにつながってない、エアギャップ化されたところをなんと、スピーカーとマイクというなんとも原始的な方法でつなげてしまう、すごい恐ろしいウイルスなんですね。研究者が、Bluetooth、イーサネットケーブル、Wi-Fi カードを切った後、最後のスピーカーの線を切った後でないとウイルスがリモートアクセスをやめなかったそうです。MIT で学んだことです。 MIT に行ってそれが衝撃的だったのは、 IC チップの中にもバックドアが作られていて、ハッカーが情報を得たり、兵器にも使われている IC チップの中にもバックドアがあるということを聞いたことです。特になんか中国製の IC 軍事グレードのでもなんかバックドアが ついてると思ってだいぶ衝撃的でした。またあとスマートフォンの充電器からもウイルスが入るそうです。それはまあ例えばコンベンションとかでフリーチャージングとかになっているときに、接続したときにウイルスが入るということです。MIT ではパスワードのクラッキングのちょっとしたデモンストレーションね、もちろんハッキングしたわけじゃないんですけど、先生がハッシュ化されたテキストをくれて、それをハッシュキャットというラジゲなプログラムでハッシュを平文に戻すこともさらっと勉強しました。ハッシュキャットは GPU で使った方が効率がかなり上がるので、他の生徒さんが MacBook Pro を使っていたら滅亡走してました。かなり滅亡走して、もう本当ブワーンってなんか今年の3月にはロシア軍がクリミア半島のウクライナ近辺に複雑な電波電子的なハッキングにより、無人機をハッキングにより捕獲したということがありました。またハッキングはロシアのが結構どんどん増えているようで、12億ものインターネットのパスワードや個人情報がロシアのハッカーによって盗まれて、42万ものウェブサイトから盗まれたそうです。それも大規模なウェブサイトではなく小規模なのも被害を受けたそうです。今日サイバー攻撃はイラクのテロリストにも使われています。ルーターを意図されていないところにルートしたり、そのウイルスにかかっているウェブカメラとマイクで敵対組織の相手の情報を得たりします。これは外国とのつながりはなく、イラク国内でのサイバー戦争となっています。また NJRAT というマルウェアボットネットを作るために使われました。中東近辺で
広がっています。その下のリンクを見るといろいろ詳細が分かります。また、エドワード・スノーデンを知っている方は多分すごい多いと思うんですけど、 NSA のモンスターマインドというなんか難しい自動サイバー戦争ソフトウェアプラットフォームは国際的なインターネットのコネクションを見ることができ、もうアメリカ本土に悪のあるサイバー攻撃ある前にサイバー攻撃を目の前にできるそうです。それは驚きです。日本とはこれはすごい差がありまあるなと思いました。これが8月16日にとあるサイトで、リアルタイムのサイバー攻撃 の、 画像なんですけど、見るようにカリフォルニアから中国の方にすごく増えてるのがあります。それで、攻撃元が一番上が、アイスランドになってて、2番目がアメリカ、3番目がチャイナ、中国となってます。こうした軍事的な第5の戦場、サイバー戦線はどんどん過激になっています。今年発足された自衛隊のサイバー防衛隊では反撃する技術も検討されているそうです。セキュリティの人材は今すごく不足していると言われていますが、ぜひプログラマーやハッカーと言われている方、いいハッカー、ホワイトハッカーと言われている方はどうぞ日本のために協力お願いします。ご清聴ありがとうございました。まだ10分も話してないので質問が多分たくさん質問がある。はい、あの、ぜひ質問がちょっと早く話しすぎちゃった。なかなか、システムでの方知ってらっしゃるのですが、衝撃的な話だった。ああ、そうです。ちょっと衝撃的すぎちゃった感じ。上の段の方の方が早かったので、段の上の方が早かった。時間あるので大丈夫です。面白い話ありがとうございました。具体的に我々プログラマーがどういったことに気をつければいいのか、そういったことのアドバイスがあれば教えていただきたいと思います。僕もプログラマーをやってるんですけど、まだセキュリティのことは初歩的なことしか分かってないんですが、まずそうですね、怪しいウェブサイトをもちろん見ないというのはあれですが、ファイアウォールをやると一番、僕の個人的な体験ではファイアウォールを設定してたのが一番いいなと思います。なぜかな、僕はセキュリティの関連のことをやるようになってからすごい不正のアクセスがすごい増えたんですよ。それでカスペルスキーを導入したらなんか結構調子が良くなったんですが、何ですかね、やっぱり日頃ちゃんとセキュリティを何ですか、ちょっとすいません、ちょっとすいませんちょっと僕もスペシャリストではないので、向こうに行っては学んできたことをお披露目した。ありがとうございます。上の方に、なんか MIT のセキュリティコースで学んだってことなんですけど、日本だと結構その防御の方法とかどういう攻撃があるかっていうことは結構学ぶことが多いんですけど、まあ、その逆に自分からじゃあどうやって実際にやってみるっていうことをあまりなんかしちゃいけないみたいな風潮があって、そうです、まあ、そうすると逆に防御する側にもどうしようもないみたいな
感じになっちゃうと思うんですけど、それでも日本はやっぱりなんかその攻撃方法を学ぶっていうといろいろ社会問題になったりするんですけど、そういう意味では MIT とかそのアメリカではどういう感じだったんですかね。MIT ではペネテスターといって、ペネトレーションテスターというか、その例えば銀行に許可を取ってハッキングする人たちがもうたくさん困っているんですね。それでそこら辺のホワイトハットハッカーの認知度がすごく違うなと思いました。それをもっとペネトレーションできる環境を作って、その中でどんどん腕を磨いていったらいいんじゃないかなと思いました。そういうのはやっぱりペネトレーションするペネテスターの人たちがもういっぱいいて雇われてるって感じ。そうですね、うん、みんななんかペネトレーションテスターの人たちに抗議してくれまして、すごい本当のハッカーなんですよ。なんかアメリカでもすごい優秀な方で、すごい良かったです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にありますか。こちらの方ですが、上がっていったと思います。ちょっとさっきの方の質問で、だいぶ聞いてほしいことって、まあ、感じなんですけど、はい、それハッキングっていうか攻撃のやり方を、学ぶ時に、まあ、その MIT とかだとそれはなんというかアンダーグラウンド的なものじゃなくて、ちゃんとそういう、まあ、カリキュラムとして教えられるものなんですか。ああ、そうですね。最先端の技術者が集まってこういうことをやってるよ。例えば例えばさっき言ったような IC のバックドア、例えばちょっとあんまり言っちゃいけないと思うんですけど、ボーイング787にもバックドアがあるとか聞いて、すごいそれやばいじゃんとか思って、それ実際にありましたよね。なんか変なことが、それと関係あるのか分かんないですがあるっていうのが、そういうやばい情報を得るために、だから日本の本当のブラックハットの人でも、もっと表に出てきてもらえばもっといいんじゃないかなと思いました。なんかもっと正当化されてもいいんじゃないかと。ありがとうございます。ありますでしょうか。すみません、IIJ の長尾です。MIT のアドバンスとサイバースキルティのコースに参加なったそのコースはこういう、セキュリティの今の現状のこんな危ないぜっていう紹介だけのコースだったんでしょうか。それとも例えばですけど、スタート CC なんかは、開発者のために、セキュアコーディングっていうトレーニングコースをやっていて、脆弱性を初めから作り込まないためにどういうところを気をつけたらいいかというのをまとめたトレーニングコースをやっていて、まあ、JQ ZAP CC が日本語化して日本と展開していますけど、ああいう感じで、開発に役立つような、なんかこういうところは気をつけろとか、こういうふうにやるといいかみたいな、近くっていうと、なんかすごく大規模なビジョンみたいなのがメインで、例えばハイパフォーマンスコンピューター、スパコンとかの施設にあるのセキュアにするとか、結構大規模な開発というよりも施設をセキュアにするとかが多かったです。ただハッシュキャットみたいにする何に使うのかわからないっていうのはわかりますけど、ちょっと怪しいプログラムもこっそりもらったりなんかしてあとワイヤーシャークとかですね。TCP さん、他に何かございますか。
攻撃っていうとどうしても外からの攻撃っていうイメージが強いかと思うんですけど、やっぱり最近こう情報流出とかで内部の観光とかそういうのが多くて、まあ、どういうところに そういう観点でどういう注意をすればいいのかとか、まずあのパスワードを一貫的に管理するときありますよね。そういうときにちゃんと自動的にあの管理するものをサブスクリプションで買ったりとか、あとそうですね、暗号化されたサムドライブを使うとか、AES ボードでしたっけ、ちょっと忘れましたか。そういう暗号化がこれからの時代すごくあの基本というか基本であり大重要な分野だなと思います。ありがとうございます。他ございますでしょうか。その枠はですね、オープンドアポリシーとなってまして、誰でも自由に入れるんですが、あの一応トイックが確か600点までいかない、600点ぐらいだったかちょっと忘れちゃいましたが、トイックのスコアの制限がありまして、で参加者はですね、本当にあの DHS っていう CIA とかそういうインテリジェンス系の人も本当に来てまして、ワオって感じはする。ちょっと僕とは関わっちゃいけないんじゃないかとちょっと思いましたけど、はい、そういうちょっとエキサイティングなところです。ぜひ行ってみてください。あ、ございますでしょうか。じゃあ時間もお時間になってきたので次のセッションに行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。